一と秀昭和15年9月20日は、日本の政治家、実業家、日の熊神宮、国掛神宮宮寺。英典は、小像院、君三道男爵。貴族院議員。明治3年10月24日、日の熊神宮、国掛神宮,宮寺、ひとしなとつる子の三男として、木の国名草郡秋月村で生まれる。陽名は文丸。学習院高等学科卒業。 明治24年1月になお春秋と改め、同年10月に、日の熊神宮、国掛神宮宮寺となる。明治29年8月26日、家督を相続して、男爵を就職した。明治30年7月10日の第二回白紙、男爵議員選挙で初当選し、貴族院議員に就任した。大正年月、第代和歌山市長に就任し、 白愛生命保険や万寿生命保険の社長、日本大博覧会評議員、税法整理安心審査委員、地方制度調査会委員、大阪毎日新聞顧問、東京日日新聞顧問、大日本映画教育研究会会長などを歴任。大正14年7月10日、貴族院議員に再選して、厚生会に所属する。昭和15年9月19日に、 首相官邸で行われた第12回教育審議会に出席中脳出血で倒れ、翌9月20日午前2時10分に搬送先の東京府東京市芝生名船町の佐田病院で死去。69歳坊津。家徳は奈良家族出身で向こう用紙の年忠だが継いだ。墓所は東京都の玉霊園。ありがとうございます。